まそう。うん。どうもナイツ花輪の自由時間です。今日はですね、爆笑お笑いフェス in 三重ということで、三重県文化会館ホールというところに来ておりますけども、三重県の津市というところです。こちらの津市でね、なんか今から美味しいラーメンが出るということなので、そちらを食べたいなと思います。ちょっと今日の早坂営業やばくてですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15組、めちゃめちゃ長い営業ですね今日。まあ本当ありがたいなと思いますけどもね、こんなたくさんの組数呼んでいただいて、えのちゃんがいますけど、はい、2017年にブルゾンとかと来てまして、2019年に来てます。3年ぶりですですからね。お客さんいっぱい入ってる？1900人ぐらいでしょ？そんなに入るって書いてあったキャパ。満員？満員ではないです。満員ではないのかよ。お笑いフェス、こういうね、ファンの人からメッセージをいただいておりまして、いつも嬉しいですね。大好きな花輪さんへみたいなね、こういったものもね入っておりますが、こうやって皆さんがねイラストを描いていただいてる。ナイツの絵、あと、あ、これナイツだね、かわいいね。あ、これいいね、 IMO のイメージでね。あとこれすごくないですか、なんか僕の真犯人フラグのやつで、あ、すげえ撮っていいやつが来た。この後ラーメンが来るみたいなんで、そうですよ、この後ラーメンらしいよ。なんか言ってたもん。ラーメンだけは厳しいですか。ラーメン、はい、寝てますね。長岡さんいつも寝てるからな。めちゃくちゃいいじゃん。うまそう、めちゃくちゃうまそう。うまそう。うわ、いただきます。あ、うまい。これはうまい、ほんまに。本当にうまいやつですか。うまい。うん、なんか麺がちょっともちもちしてますね。なんか何麺って言うんだろうこれ。あのジャイアンツのドライチの太田大成ね、すごいね。あいついいっすよね、やっぱり。井端さん言ってた通り激速い。激速っすよね。158キロ速い。はじめ赤星っていうドラフト3位のピッチャーがすごい、今日投げてます。すごい前評判良かったんですけど、全然やっぱり太田が越しちゃいました。で、真犯人フラグ犯人何だった？あれ、わかんないです俺。俺でも19話しか出てないんだよ。俺も分かってないんですけど、誰だと思います？俺は出版社。でもそれじゃベタだもんな。いやでも俺もそう予想。でもそれじゃベタだよな。吉根京子さんのもうお姉さんが落語家だったじゃないですか、うん、だから、あ、もうちょっと忘れてました。食べ終わりました。お土産用にチキン南蛮、多分そうじゃないですか。帰りの新幹線とかで食べようかな。どうぞ。ミニ丼的に食べてください。これは、あ、これはもう忘れてました。前半のステーキとうまそう。ステーキ、あ、食べ、これめっちゃ美味しかったですよ。でも、うん、うん、これが帰りの新幹線とかこれ、だからこのステーキ丼とこのラーメンとこのチキン南蛮、うん、3つですからね。ありがとうございます、いつも。小沢さんが野球クイズを出してくれてます。はい、ノーヒットノーランをやったピッチャーで、うん、毎回奪三振ちゃんと取ってノーヒットノーランしたのは1人しか歴史上いません。だから、ノーヒットノーランだけど、はい、ゴロアウト、フライアウトで抑えて帰ってくる。その問題なんすか、それ。毎回脱三振したのは、うん、過去1人しかいません。はい、どうも、ヒデオ。日本でノーヒットノーランしたって。近藤真一。近藤真一。でも、川尻。川尻哲郎、はい、阪神。はい。槙原。これは完全試合はしてない。完全試合です。ノーヒットノーランしてない。一番ノーヒットノーランとか多いのスタルヒンとかじゃないですか。そこら辺まで行こうね。スタルヒンとか。そんな大昔じゃない。大昔じゃない。もう2000年以降、うん、ね、でも大ヒント言っていい、はい、育成出身。あ、分かった。千賀。正解。よし、千賀したんやん。千賀しましたね。そうだそうだ。愛知県出身。愛知県なんですか、千賀。あ、すげえ。超楽しい野球クイズ。